一の鳥居本殿千鳥派府があるため一見すると、かすがづくりに見えるが、日はだぶき流れづくりである。住吉神社は、山口県下関市一宮住吉にある神社。式内社、長渡国一宮。旧社格は、官幣中社で、現在は、神社本庁の別表神社。大阪の住吉大社、博多の住吉神社と共に、日本三大住吉の一つに数えられる。 本殿は国宝に指定されている。本殿は、第一から第五の五殿が連なり、それぞれ次の神が祀られている。大阪の住吉大社が、住吉三神の二木玉を祀るのに対し、当社は荒玉を祀るとされる。日本初期、神宮皇后摂政前期によれば、三冠征伐の際、白木に向かう神宮皇后に、住吉三が神が信託して、その都会を守護し、 木と大宮が我が荒玉をあなたの山田優に祀れと再び新宅があり、あなたの名尾踏み立を神主の長としてその場所に祠を立てたのを起源とする。延長5年成立の演技式新名町では長戸国土与裏軍に住吉座荒見玉神社三座並名神台と記載され、三座が名神大社に列している。創建の由緒から軍事と 海上交通の神として厚い崇敬を受け、鎌倉時代に入ると、源の頼朝をはじめ、歴代将軍からの車両などの寄進を受けた。戦国時代に一時推備したが、大内氏毛利氏からの崇敬を受けて復興し、江戸時代には、長州藩主毛利氏によって、社殿の修復が行われた。明治維新後、明治4年に、近代社格制度において、国兵商社に列し 明治44年には、官兵中車に昇格した。本殿は、王安三年に、大内博世により造営されたもので、昭和28年国宝に指定されている。五つの千鳥派付き一軒車を、合わせの間と共に一列に連ねた旧軒車、流れ作りで、中央の第三殿の前に拝殿がある。拝殿は、毛利元成の寄身により、 天文8年造営された切妻作り日和だぶきで、こちらは昭和29年重要文化財に指定されている。例祭は12月15日である。その前の12月8日夕刻から15日の朝までは、おとぎ祭として境内に締め縄を張り巡らし、一般の人の参拝をできないようにし、神職も境内の外へ出ないという厳重な物意味が行われる。 特殊祭事のワカメ狩り神事は、神宮皇后の自責にちなむもので、旧正月の未明、壇の裏の海中からワカメを買って神前に備える、非公開の祭りである。所在地交通アクセス。ありがとうございます。